と奈良原まさきでセンターマイクに命かけてます。ダサいな。ダサいコンビだと思われる。頼むでソニー。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。まあ、あの僕みたいなね、あの、うん、にわかの倖田來未のファンでも、なんだそれ、エロ珍しいじゃん。ヤンカーン、いや知らないけど、ヤンカーン、にわかが出てるけど、ヤンカーン、ヤンカーンしか言わないことはないけど、ヤンカーン、ヤンカーンしか言わないことはない、ヤンカーン、うるさいな、ヤンカーン、ヤンカーン、ヤンカーン、にわかのファンだからって、あのコンビニとかもめっちゃ行くんやんか、全編それで行く気か、コンビニね、めっちゃ好きなんです、コンビニね、なんぞ便利でしょ、やっぱ、コンビニ便利、そうだ、コンビニが便利だからめちゃめちゃ行くんですよ、なるほどね、便利だよね、え？え、何このコンビニ全然便利じゃねえじゃんって、この空気流れてないよ。やばくない？そんな空気流れてないよ。え、やばいって、便利だよね。いやいや、便利よ。便利やんか。いやいやいや、倖田來未で言わないで。え、な、何便利、え、いや、便利よ、それ分かってるから。え、みんな、え、正気？お前だよ。え、いや、お前こそ正気。あ、俺まさき、名前聞いてくださ。お前、名前はどうでもいいね。え、コンビニ便利じゃないと思ってるの？コンビニ便利だよねって言って、みんなどうなる予定だったの？そうだ、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 そんなソーダ鏡みたいなのできないから、急にソーダ鏡、ソーダ鏡みたいにならないから、ソーダ鏡、シュワ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 、ヤンカー、何がどうすんだよ。いや、え、ちょっと待って、あ、分かった分かった、じゃあ、コンビニがちょっとなんで便利かをちょっとピント合ってないね、みんな、ピント合ってないわけじゃん、ピント合ってるって、これ使い方合ってる、使い方間違ってる、間違ってる、ピント来てないのかな、オッケーオッケー、あれ、じゃあ来てるけどね、ピント来てる、ピント来てるよ、来てる、ミスターマリック、来てますじゃないですか、来てますよ、オッケーオッケー、じゃあなんでその便利かっていうの教えてあげるよ、じゃあいいよ別に、コンビニがどういうこと、コンビニの便利さ今から言うの、うん、伝わってないから、めちゃくちゃ無駄な時間流れてるよ、だいたいね、なんだって5個ぐらいあるんです、もっとあるだろ、知らない、大まかにしよう、大まかにして、まずね、あのおにぎりとかお弁当、これ買えるよね、いいって別に指折り数えなくて、これ超便利、便利だけどね、確かに、で、あの日用品、サランラップとかトイレットペーパー、これも買えるよね、指折る順番変だな、これも指折るの初めてかな、この人、要請していけないね、雑誌とか新聞、これも本屋に行かずに買えて、これなかなか便利、ほんでね、一番忘れちゃいけないの、これね、各種料金がね、レジで跳ねる、おおおおで、あの、荷物も送れる宅急便、これがね、コンビニの便利なとこ、お任せください、これがね、これがよ、24時間指の出し方、ね、ずっと下手だな、指の出し方、365日そうね、想像して、便利だよね、もう便利だね、分かった、便利だね、伝わってるって、だから、みたいな、まあ、これ今のでどうなる予定だったんだよ、便利、なんでだから便利、わーわーはない、わっしゃい、なんだ便利みこし乗ってんじゃねえか、便利みこしの上でお会計すんなよ、検品ですよ、知らないんですけど、便利みこしのシステム知らないんですけど、検品です、なんで検品してんだよ、全然ピント来てない、ピント来てない、ピント来てるの、みんなもうこんなピント来てないやつやろ、知らない、ポン、安心しろ、俺は見捨てない、何言ってんだよ、見捨ててくれ頼むから、お前たちは見捨てない、オッケーオッケー、じゃあね、あの、ま、分かりやすい例を言っていきましょう、例を言ってここにいるあの34歳、あのサソリ座の夜型のね、大型みたいに言われてる、夜起きてるだけでしょ、そう、夜起きてるんです、夜起きてるんです、夜起きてる、で、だいたいね、夜中になったらね、グーってお腹鳴るんです、お腹の音変だな、お前、AG プラスのおばさんかも、脇の匂い嗅いでグーって昔言ってたそれの音だったね、そうなるんですよね、で時計パッと見たら、もう夜中の3時、もうだいたい牛めっちゃ時、なんだそれ、そのぐらいの時間、なんでそんな言い方すんだよ、何何何、牛めっちゃ時でいいじゃん、変な言い方してた、変な言い方してた、変な言い方してた、厨房ですよの感じで、どんな言い方してた、牛めっちゃって言ってたよ、面白いじゃん、なあこいつ、面白いじゃん、なあこいつ、俺の言い方面白いね、面白くねえよ、で、こんな夜中にお腹空いたらさ、まあ、江戸時代だったらもう俳句読んで終わりじゃん、俳句も読まないから、この時間起きてないから江戸の人、夜中にお腹、減りてよ、困る、下手くそだな、五七五で読めよ、終わりって、なんで六四三で読むの、月みたいな俳句読んでんじゃねえぞ、月読んでね、月読んで、月読んで、江戸時代だったらこれであり、でも今令和だね、何を伸びたの？ポコホのマークみたいになりやがった。お腹が空いたらもうコンビニ行けんじゃん。まあそうね。ね、でバーって行くじゃん。まあどこのコンビニとは言わないけどね。ウィーンって入って。テンテンテンもう一軒しか来ない。ファミマスアンセムが流れてるよ。って言ったら店員さんが、いらっしゃいませ、こんばんは。ただいま、フライドチキン揚げたてです。お一ついかがでしょうか、ね、夜中そんな活気ねえよ。迷惑そんなに活気だったらもう。夜中みんな死んだ目で働いてんだから。
で、こうあのフライヤー見るでしょ。あるね。したらフライドチキンが山盛り。うわそんなことないよ。わいや、そんな時間にあげたら全部廃棄になるよ。すいません、店員さん、見つけなさい。指の出し方下手。指の出し方下手なんだよ。これそうでしょ。夜中にフライドチキンが食べれる24時間、まあ。超便利じゃん。おめでとう！伝わってるからもう大丈夫、大丈夫、もう無理だよ、今日のさ、もう僕帰る、もう帰る、もう便利、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 なんだ俺が言ってるだけか、おいんだよ、おいんだよ、ずっと、ずっと、伝わったから便利。マジで伝わってない全然。あ、分かったぞ。なんなんだよ。コンビニ行ったことないんだ。そんなわけねえだろ。あ、オッケーオッケー。神田姉妹じゃねえんだから。みんなじゃあ行きましょうみんなね。揺らさなくても。神田姉妹だからって。行きましょう行きましょう。じゃあ、ね、俺あのコンビニの店員さんやってくるから、うん、お客さんとして入って。何言ってんの。お前ら漫才も初めてか。こんなきゃ。こんなもんやるもんじゃねえ。見るもんだよ漫才。起きるよ。やってもしょうがねえんだよ漫才なんか。来い来い来い、もっとした。いいんだよ。面白いな、いいよ。コンビニの良さなんかみんな知ってるから伝えなくていいんだよ。あ、そうなの。ヤーレンズの良さ伝える場でしょ。あ、俺たちのさ。そうだよ。漫才ちょっと面白いでーす。やかましいわ。どうも。